ベマ TV、アベマ TV のアベマゴールドチャンネルにて特別番組、TISH の恋するドラマディッシュが7月14日土曜日夜10時より放送される。この番組は4人組ダンスロックバンドディッシュが7月11日にニューシングル、スターティングオーバーをリリースすることを記念したもの。番組では視聴者から事前に募集したディッシュに演じてほしい妄想シチュエーションをディッシュのメンバー自らがシェフ、隣最高のドラマ、イコール一皿になるように調理。ドラマを最高のメインディッシュ、イコールドラマディッシュとなるように仕上げ、数々のヒット番組を手掛ける放送作家、鈴木治氏の演出のもと、ショートドラマ化する。今回、アベマタイムズは、どんな作品でどんな役にするかなどを決め、る制作会議を終えたばかりのディッシュのメンバーたちにインタビュー。番組の見どころはもちろん、気になる彼らのプライベートな恋愛観まで聞いてきた。会議を終えて、改めてディッシュって妄想好きだな収録お疲れ様です。まずは、今回の会議の感想を聞かせてください。匠会、改めてディッシュって妄想好きだなって思いました。話が膨らんでいくとは自分たちも思っていなかったです。修正、すごく楽しかったね。ああいう内容ってディッシュで話すとめちゃくちゃ広がるんです。太一、楽屋とかでもああいう妄想話で盛り上がったりしてます。匠会、しかもその自然な感じが電波を通して世に出るっていうのがまた不思議な感覚だよね。ドラマのストーリーを考えること自体も貴重な経験だったかと思うのですが、いかがでしたか？修正、足、本家さんや監督もいる中で、あれやりたい、これやりたいってわがままを言いたい放題言わせてもらって。それがリアルにその場で決まっていくというのが面白かったです。僕らが言ったことがどこまで現実になるのか、それも楽しみです。年上女性との妄想で大盛り上がり太一、自分にないものを持っているのが良い視聴者から募集した妄想シチュエーションの中で印象に残ったものはありましたか？匠会、僕は戦う女性が見たい。マサテル、わかる。戦う女性ってかっこいいよね。匠会、できれば、制服で戦う女性。それは、制服がポイントなんですか？匠会、舞台がどこかにもよります。病院が舞台だったら、看護師さんがめちゃくちゃ強いとか。たち、でも、制服って良いよね。20歳を過ぎて、制服を着なくなってから、制服を着れるのが羨ましいなって思うようになってきた。匠会、そう思えてきてしまった若干二十歳の自分が、心苦しいね、かっこ笑い。修正、学校の制服だけじゃなく、レストランの制服とかも好き。太一、バイトが終わった後に、プライベートの私服を見て、ちょっとギャップ萌えしたりね、やっぱり女性のギャップはキュンとするものなんですね。修正、しますね。すごく可愛らしい子がめちゃくちゃ力が強いとか、いいなって思います。匠会、カンフーとかしちゃったりかっこ笑い。年上の女性との妄想シチュエーションでも盛り上がっていましたね。マサテル、年上の女性って魅力的だよね。太一、自分にないものを持っているというのが良いよね。先を生きているわけですから。匠会、逆に、年上の女性にはないものを自分が持っている、背徳感もあるというかかっこ笑い。皆さん、お若いのに収録では、年上 OK とおっしゃっていましたね。マサテル、
全然、むしろ魅力的です。ビッシュの4人が同じバイト先で働いたら、妄想シチュエーションに挑戦。皆さんで同じバイト先で働いたら、という妄想シチュエーションを考えてみてもらってもいいですか？修正、絶対に仲は良いよね。待ってる。でも、全然違うタイプになりそう。匠会、僕はいかにサボるかを考える。仕事してる風でかっこ笑い。修正、僕はオーナーといかに仲良くなるかを考える。この日休ませてくださいよ。しょうがねえなーってなれるくらいの関係になるのが目標。匠会、太一は叱られてそうだよね。太一、叱られるけど、僕も上司に好かれるのは得意なので、毎面みたいな関係になります。かっこ笑い。まさてる、4人だったら、うまく役割分担できそうだね。匠会、人が全然来ないファミレスがいいなぁ。修正、田舎のファミレスで4人で働いている様子をドラマにしても面白そうだね。いらっしゃいませってかっこ笑い。ファミレスの物語も見てみたいです。今日はありがとうございました。皆さんのドラマの完成、楽しみにしています。テキスト、平石由衣写真、真由子山口、ティッシュの恋するドラマディッシュがアベマ TV にて放送。各メンバーが主演を務める4つのショートドラマを届けアベマ TV、アベマ TV のアベマゴールドチャンネルにて、特別番組、ティッシュの恋するドラマディッシュが7月14日夜10時から放送されることが決定した。同番組は4人組ダンスロックバンド、アベマタイムズディッシュの恋するドラマディッシュ無料のインターネットテレビは、アベマ TV、アベマ TV 視聴者が考えた妄想シチュエーションをディッシュメンバーがオリジナルドラマ化。1視聴者の妄想シチュエーションをもとにドラマの制作会議。視聴者から事前に募集したディッシュに演じてほしい妄想シチュエーション、アベマ TV、